入間市教育長の西澤康夫でございます。はじめに、新型コロナウイルス対策に最前線で取り組まれております医療従事者等関係者の皆様に心より敬意と感謝を申し上げます。それでは、入間市に学ぶ小学生、中学生、保護者ご家族、そして 関係者の皆様に私よりメッセージを申し上げます新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が4月7日に発令されまもなく1ヶ月が過ぎようとしております依然として入間市を含む近隣市におきましても感染拡大の危険性が高い状況にあります このような中で学校を再開させることはできないと判断し5月31日までのさらなる休校延長とさせていただきました児童・生徒の皆さんも自らの命を守るために引き続き生活に必要のない外出はやめ 家庭で過ごしてくださいまた一人一人が工夫をして生活リズムを守るとともに体調を崩さないようにしてくださいそれでは私から5点について大切なお知らせをいたしますまず1点目ですが新年度の学級発表につきましては5月7日以降に 紙面におきまして各学校よりお知らせをいたします。二点目、学校の再開については6月1日を予定しています。なお、入学式、始業式は実施いたしません。三点目、学習の課題は学校より定期的に配布いたします。 教科書等を見ながら家庭で取り組んでください四点目緊急事態宣言中は登校日・中学校の部活動・学校施設の開放は実施いたしません最後五点目休校中に何か心配なことがありましたら学校や入間市の教育センターに 相談をしてください以上5点でございますなお詳細につきましては入間市教育委員会のホームページ学校から送信される一斉メールあるいは各学校のホームページ等をご覧くださいまた夏休み期間の縮減も検討中です詳細は後日お知らせいたします 保護者の皆様には、児童・生徒の家庭で過ごす時間が増えることになりますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。以上、教育長のメッセージとさせていただきます。